2023年4月ペペコイン誕生。5万倍の高騰を起こして話題になりましたが、現在は 70% 以上の下落で影を潜めています。ですが今回ペペ以上の高騰が期待できる後継コインが突然現れました。このコインの可能性は無限大です。いち早くこの銘柄の情報を入手したい方はすぐに概要欄にある我々の公式 LINE に後継犬とメッセージをお送りください。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。クリプト機動隊のミサトです。今回の動画はペペの後継コインが誕生したので、その詳細についてお話しています。まずあなたにお聞きしますが、ペペコインという銘柄のコインはご存知でしょうか。こちらのコインですが、2023年4月17日に突如現れたコインで、4月18日に購入した人で、翌日19日には金額がなんと5万倍になったという事例があるほど盛り上がったのですが、現在は過去最高値の33円から約 70% 下落しており、4円前後を推移している感じです。そんなペペコインみたいに5万倍の高騰が期待できる後継コインが突如として現れました。一体どんな銘柄なのか、早速本編に入っていきたいと思います。まずはこちらの記事をご覧ください。ニームモーグルは次なるペペの候補者となるのかと記事の見出しがございます。どうやらこのニームモーグルというコインがペペコインの後継コインみたいですね。下に内容が書いてあるので読んでいきましょう。カエルをテーマにしたニームコインペペは価格が急騰した後、2023年の初めに人気を博した。ニームコインは発売初週に 1000% 以上上昇したが、現在は過去最高値から 70% 以上下落している。別のニームコインであるニームモーグルは暗号通貨コミュニティの話題になっています。ニーム愛好家はこのプロジェクトによって立ち上げられた最初のニーム取引プラットフォームに大きな関心を示していますと書かれていますね。内容を要約していきましょう。カエルをテーマにしたミームコインのペペは2023年の初めに人気になり、発売初週に 1% 以上上昇したが、現在は過去最高値から 70% 以上下落した。また別のミームコインのミームモーグルは現在仮想通貨のコミュニティで話題になっています。ミーム愛好家はこのコインのプロジェクトの最初の取引プラットフォームに大きな関心を抱いているとのことです。ペペコインは冒頭でもお話した通りで、現在は価格が最高値の33円から 70% 以上の下落を起こしていて、現在は4円を推移している状態です。ですがミームモーグルのプロジェクトが立ち上がり、今後のミームモーグルの取引に強い興味を示しているみたいです。ちなみにこのミームモーグルですが、すでにプレセールも始まっているみたいです。こちらの投稿をご覧ください。こちらはミームモーグルの公式 X から投稿されたポストで、逃走中のハンターのような犬のキャラクターが目立っていますね。可愛いけど主張が強すぎますね。肝心な文の内容を上から要約すると、プレセールが開始されました。プロのように売買して取引をしましょう。他のミームトレーダーと競争してトップになりましょう。大きく稼ぐ準備をしましょうと書かれています。購入意欲を煽るような文章ですが、どのようなコインかこれだけでは詳細がわからないですよね。この次に投稿されたこちらのポストをご覧ください。内容を日本語分けすると、ミームモーグルはエキサイティングな機能でプレイヤーをファンタジーのミーム取引の世界に引き込みます。プレイヤーはお気に入りのミームを使用してカスタムアバターを作成し、ミームポートフォリオを通じて富を築くことができますと書かれています。要するにニームモーグルにはゲーム機能も備わっていて、自分でオリジナルのアバターを作成できるみたいです。最近はアバターを作成できる銘柄も増えてきているので、このニームモーグルも面白そうですよね。またこちらのホームページをご覧ください。こちらから現在の価格を確認したり、ニームモーグルを購入したりするみたいですね。また X 以外にもテレグラムやディスコード、インスタグラムなどの SNS もチェックすることができるみたいですね。ニームコインのインスタグラムはあまり見かけないので、何かすごく新鮮ですよね。そもそもこのニームモーグルが
なぜペペコインの後継コインと言われているのか。一番最初の記事に戻りましょう。下の方に行くと、ミームモーグル、実用性と収益機会を備えたミームコインと書かれています。ここでペペコインとの比較がされていますね。本文を読んでいきましょう。ペペとは異なり、ミームモーグルにはユーティリティと様々な収益機会を備えた包括的なエコシステムがあります。ペペが実用性なしでそのような自熱を達成できるのであれば、アナリストはメメモーグルがペペを上回るパフォーマンスを発揮すると見ていますとのことで、内容を要約すると、ミームモーグルはペペコインと異なり、様々な収益機会と包括的なエコシステムを備えているみたいです。またペペにはこのようなシステムがない状態で 1000% 以上の価格高騰を起こせているので、このシステムを備えているミームモーグルはそれ以上の高騰が期待できるみたいですね。これはもう後継コインにはとどまらない期待値ですね。また先ほどもお話しましたが、現在プレセールを行っているので、今後さらに注目されることも期待できます。その場合、上場した際にはかなりの価格をつけると思っています。またこのコインはステーキングなどを行ってしまうと利確が難しくなる可能性もあるので、基本的には売買益での利益でいいと我々は考えています。また今後もミームモーグルの続報やミームコインの最新情報を常に受け取るために、現在我々の公式 LINE では仮想通貨など最新情報を最速で公開していきますので、 YouTube のチャンネル登録と、この動画に高評価ボタン、この動画の概要欄にある LINE を登録して、キーワード後継犬と送ってきてください。またここで重要なお知らせです。次回27日月曜日の19時に、現在我々が調査中の最新銘柄の情報を公開いたします。この銘柄ですが、かなりの利益を出す可能性を秘めており、我々機動隊も狙っています。今回ご紹介するのは、今後期待されている SNS 関連の銘柄で、あの子をはるかにしのぐほどの期待値を秘めています。ちなみにこのコインはまだ上場しておらず、今が入手時と言っても過言ではありません。詳しい情報は11月27日月曜日の夜に公開される動画をご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。